東日本大震災の影響を受け、夏の電力不足が深刻です。中でも電力需要の3割を超える家庭やオフィスでの節電が鍵となっています。今、東日本では夏の電力不足が問題です。そうした中、東京電力では着々と電力供給力を積み増ししていますね。まあ、そういうことをやっているので、最大 25% という制限をもうちょっと引き下げてですね、まあ、15% でいいんじゃないのというような議論もあるんですけれども、まあ、何しろ供給がね、そんなに安定しているわけではないんで、まあ、それも難しいんじゃないかというような話もあるんですね。少しでもですね、電気の需要が供給を超えちゃうと、変電所や送電システムが正常に動かなくなってですね、思いがけない大停電になっちゃう可能性もあるということなんですね。ここ数年の電力消費の内訳を見てみますと、エアコンや IT 機器、デジタル家電の普及により家庭やオフィスでの需要が伸びていますね。そこの節電がキーポイントになります。そうですね。で、一番効果的なのはですね、まあ、全部を減らすのは難しいんで、一番電気が使われる昼間のピークタイムの節電をやると、これがいいと言われてるんですよ。で、洗濯機とかですね、炊飯器とか電子レンジ、こういったものがですね、消費電力多いんですね、簡単に言うと。そういったものをですね、ピークタイムとずらして使うといいと。経済産業省では節電ウェブページを開設。またヤフーでは節電対策の目安となる電気予報を公開しています。そこで家庭での消費電力の内訳を見てみますと、エアコンと冷蔵庫が大きいですよね。エアコンはフィルターを掃除するとか、あとは28度の設定にする、冷蔵庫は冷やしすぎないとか、まあ、以前からある、ね、節電をやったらいいですよね。そうですね。お母さんが言ってたようなことなんですけれども、もう一つですね、もともと家電の買い替えを考えられた方はですね、例えば、最新式のエアコンとか冷蔵庫にするだけでですね、相当節電になると言われてるんですよ。例えば冷蔵庫なんかは10年前の機種に比べて今売られているものって 50% ぐらい、まあ、この機械に買い替えるというのは一つあるんですね。次に照明器具なんですけれども、まあ、こまめに消すとか、あとは LED 電球に変えるとかいいですよね。そうなんですね。まあ、とにかく白熱電球が電気を食うんですよ。まあ、照明があんだけ取ってる電気を食ってるかと僕も知らなかったんですけども、同じ明るさでですね、LED は電球の1/8、蛍光灯でも1/4の節電になるんですね。ただね、まあ、そういうふうにまあどんどんコンセント抜いちゃうとかね、まあ、待機電力も食うってことでできるだけ抜いた方がいいんですけれども、製品によってはそれでトラブルになることもあるんですよ。ということで今家電各社のホームページを見ると、まあ、いろんな節電のアイデアとか注意事項が出てます。まあ、それも一度見るといいですね。とは今サマータイムをやろうとか、とお盆休みを交代で取ろうとか、行政で議論が始まっています。まあ、消費者としては、まあ、いろんな工夫、まあ早めにやってみるとかですね、エアコンとか LED 電球なんかは夏が近づくと品薄になってきて買えないなんてことも起きる可能性があるんですよね。ということで、過ごしやすい今のうちから、まあ、積極的に節電もしてですね、そういった準備もするのが良いんじゃないでしょうか。